大友部白朝は、アスカ時代の兵士、筑後国の常用軍の人。斎明天皇7年、白木の攻撃によって滅亡したくだらを再興すべく、派遣された軍の一員として渡航するが、当軍によって捕らえられて、長安へ送られた。長安には、剣討士でその頃は捕虜になっていた、恥富日、利郎、築視殺夜朝、湯気剣法の子らがいた。天,天皇年、 党が日本侵略を企てているという知らせを聞いた、白朝は富平に相談し、自らの身を奴隷として売って、前に述べた仲間4人の帰国資金とした。その後、天智天皇10年に札、夜朝を含む4人が津島に到着し、党の計画を大宰府に伝えた。白朝は異国の地に泊まることを余儀なくされ、党軍に捕らえられてから実に30年近くが経過した。 自当天皇を4年に顔見知りの人に連れられて日本に帰国した。自当天皇は天武天皇13年12月に派生を迎えた祭の礼に順じて白岸らを共応することを河内王らに命じた。自当天皇はその愛国心を称えて白朝をスト務大使17位下に任じ、絹を四匹、綿を十トン、布を三十単、稲を先属、 水田を四丁与えた。また、子孫三代にわたって、水田を相続を許可することと税の免除を約束し、直後を送った。この直後は、愛国という単語の語源となったものであり、天皇から一般個人に向けられた最初で最後の直後である。第二次世界大戦時の日本で、白朝は愛国心の象徴的存在として崇められ、各地で献伝された。 白朝との関係は不詳だが、出身地が異なる。両人とも、生没年不詳。ネイラクイ文によれば、赤男は、武蔵区にいる間軍の人で、神後慶雲三年に、最大寺に根殿を四十丁、林を六十丁、昌布を千五百段、稲を七万四千束、県上した。法規八年に、外十五位下に登った。ありがとうございます。